鳥取市のハンクがいろは堂です。本日はこちらのノコギリの持ち手に、お名前と家紋を彫刻してほしいという声をいただきましたので、彫刻してみたいと思います。はい、こんな感じでね、ノコギリの持ち手にレーザー彫刻完成いたしました。こういったね、木製品であれば、お名前やロゴマーク、会社名など彫刻することができます。材質や形状によってはね、彫刻できないものもありますので、彫刻したいなという方はお気軽に鳥取市のいろは堂までお問い合わせください。よろしくお願いします。